あの子のインスタライブであれは男の趣味。男の趣味じゃん。ちょっと特殊性的だろ。画面を見てる女性もどうせ俺の取り込んだ。<laughs> <laughs> だからあいつ人気なんだろうな。いや、そういうさ、痛いこと言えるやつってさ、すごいじゃん。恥もやっぱ外部も捨てるべきなんだろうな。女の子のラインとか消しちゃったもん。しかも今本当タイムリーすぎて嫁が起こる。本当に。 マジで。今、ほんと喧嘩してんだよ。いや、さっちゃんとの LINE、じゃ <laughs> ち、ちょっと、お前、ね、これさ、どっちが悪いかみんなが判断してくるんない俺がね、明日のご飯は一緒に食べれますかどこにも行かないから、一緒に食べませんかって送ったら <laughs>、すごいこんなこと送ったんだよそしたら、は風俗場に赤ちゃんの言葉の LINE してんの見られたとか緩和していってんじゃねえよ。 好きになったとか言ったらお前が100責められるから言えねえのかよ。きしえんだよ。懺悔しろよって来てんだけど。<laughs> しかもてめえ、あいつ風俗女じゃねえだろ。クソ野郎。好き。ヒカルや渡辺の方がマシなんだよ。気色悪い。終わってんだよ。死ねえって言ってた。<laughs> 正直ヒカルドラは今爆笑したけどお前のは笑えないクソなんだよ。死ねえよ。援交売春野郎。捕まれってきたから。仲良く血よっ,ったこと <laughs> <laughs> まあまあ、仲良く血をとくったのね。え、いい、いいじゃん。俺の対応は正しくない仲良く血をとくったの。でも仲悪くて、あの、いいこと一つもないから。<laughs> そしたら、さっちゃん壊れて、お前とああいうラインしてる女を、私は殺すことができるんだで草10個くらい生してるので、ね、殺す気なの。楽しみ草草草草草死ねえって言ってた。で、その後に、 12時間経って、台所に置いてある卵2つ、ゆで卵ですって、ちょっと、情緒不安定じゃない <laughs> 台所には置いてある卵2つ、ゆで卵です。で、合ってない、今日は。<laughs> スモモがラストでボブサップエイムと和解して、ゲームで、ってこうやって仲直りできていいよねって中やだ、一瞬、あだたマジで、今、や読めなした本当に、本当に都合の悪いこと言われるから、俺もやっぱ言えないこと言ってないでね。 相手の女の名前とか言うからダメ。あいつ。<laughs> その、<laughs> もう締め、これで締め上げられて、<laughs> あの、相手の女が在籍してる風俗と、その、なんつうの、現地のを言えって言われたから <laughs>、言います <laughs> っつって。なんとかの、なんとか店のなんとかちゃんです <laughs> っつって。<laughs> え、だから、ルールが明確化しなきゃいけないような、俺たちもそろそろ。<laughs> いやだってさ、自分の奥さんが、じゃ、他の女と、 いや、配信者のさ、女と俺がエッチして、例えば誰配信者てるテンチム。テンチムとエッチしてたら浮気じゃん。これは俺だってもう、もう、まごうことなき浮気じゃん。そ、そうだよね。え、みやこちゃんとか。みやこちゃんだって。いよりもえちゃんとか。な、その辺さ、あやふやじゃないあやなんか光のこと、まごとと同じって言ってた。いや、おめえもなんか、おめえもなんか、毒されだろ。<laughs> なんか、 つか <laughs> まれてひょっとこみていな顔したじゃないやなんか旦那がいるのにあんななんか、コムドットにさ、あの、たまも先生みたいに捕まれて、頭蓋骨こうやって捕まれてね。持ってたじゃねいや、純ュ単純に風俗嬢上に赤ちゃんのことを作ってる自分を持つ、旦那を持つ自分が情けなくなってる。いや、でもさ、女うんそんな男とお前結婚したらおめえが悪いだろうが、俺よく言うもん。あ,あ、おめえみてえな、女と結婚したら俺が悪いっつって。 いや、そりゃそうだろうワイの嫁の感想。LINE してでも店を通して飲みなら OK。店をた通さず金払ってたら NG。おめえの奥さんと俺の奥さん友達にしようぜ。いい嫁持ったな。ちょっと嫁か。<laughs> なんだよもう許してくれよ、もうもう許してくれえ お、あれだ、おめえが飯作ってくんねえから体調も良くなんねえよ許してくれよ許してくんねえんだよ。あいつが飯作ってくんなら、冷てえさ、冷てえスープが出てくるんだよ冷てえスープ冷てえスープじゃ喉治んないのは <laughs> <laughs> がいじめられて、あの、あれしとけ、星屑ジェットがまとめといてくれ。<laughs> 許して 仲良くしよ。電子レンジの使い方もわかんねえし、なんかわけわかんねえさ。なんか、なんつうのあのー、変な電子レンジ買ってるから、電子レンジの温め方もわかんねえから、あの、ゼリー、スープになる、今後スープになるであろうゼリーのままさ、なんか今日、 べ、なんか、その、だしゼリーみてえなのと一緒に、あの、豆腐のあれ食ったんだよ。地獄だろ電子レンジの使い方わまんねえから。人殺しだほんとに。何わかった。でも、でも仲直りしよう。ほんとに。いい加減。あったあった。あ,あ、わかったわかった。じゃあ読むわ。はい。許してくれって。もしこ、私が、 ラインで送ったことを、そのまま一言一句、嘘つかなくて、<laughs> そうやったら許してくれるらしい。なんでみんな風俗だと思ってるんですか風俗上の証拠がねえだろう。まあ確かにな。在籍一覧にいなかったじゃねえかよ。てめえは外で会おうとしてたよな。それを言えよ。風俗店員以外で会おうとしてたよな。在籍一覧になくて風俗上の証拠がないこと、店を通さず会おうとしてたことを懺悔しろよ。おい。 いやでもその後ちゃんと言ったの。本当に。マジで言ったの。いやだって、揉めるじゃん。じゃあ俺のさ、言い分もマジ聞いてくれよ。いや、それで言っちゃったら、なんかその、俺揉めると思ったの。マジで。だから最初は言いたくね言いたくねとか言ってたの。だけど、あ、これはでも本当に、大丈夫だなと思って、でよ、本当に言ったの。店の名前も、名前、あの、場,場所も。<laughs> でもまあ、そうやって、あのー、思われてしまっても仕方ない。ごめんねって返すわ。え、目が泳いでるし、口も尖ってる <laughs> <laughs> 前代未聞の不倫宣言発信や、不倫してねえっつってんだろしてねえっつってたらがゴミしかいねえんだなしたことでえっつってんだろ。引き分けで言うじゃん。 あとこれ、お前に近づいてきた女を拳で必ず裁くって。<laughs> う、じゃそういう,うそれ生放送していいじゃん。生放送していいか。あの、ブレイキングダウンみたいな感じで。みんなやめてよ僕を、僕を、僕を争わないで。 こんなクソ性格悪いキモいじじいが好きなんてやばい。本当だよね。最低だよな。こんな性格が悪くて、ね女ったらしで、キモいクソじじいの、相手が悪いと思わないでも隠してないんだよ。こんなにクソキモくて、性格の悪いクソキモじじいですよっつって、結婚してんだから、相手が悪いよね。じゃあ。 今俺の気持ち分かってくれるのフィスカーだけだよ。俺フィスカーはい、これに突然いてくれ。頼むフィスカー俺とおだけだよ。今。世間と戦ってるのは。